し餅を釣りに来たんですけど、今日ねちょっと渋かった ね特に最初がね、ね、そうそう、肩もちっちゃくて渋いしね、そうそうそう、ちょっと2人で50匹目標って言ってて、うん、残り時間あと15分にして今25匹ぐらいかな、20前後、うん、ぐらいかな、じゃあちょっと30匹ぐらいは目指してね、残り時間、うん、もう、まあ、釣ったりしたいかなと思います。あと今のうちちょっと調理もね少しやっとこうかなと、そうだね、同時に同時にね、バタバタなのでね、天気もいいし、はい、うん、はい、やりたいと思います。はい、肩は結構ね、いいの釣れたんだろうね、うん、そう、なんか船長さんが数は出ない日は肩大きいよって言ってて、本当その通りで、こんなのもね、大きいサイズ、あ、グーグーいってる、そうなんだ、まだ生きてる、グーグー、あ、今、今ここが揺れてるのは、ね、これがグチって言われる由来ですからね、うん、白口という魚なんで、石餅、標準は名白口ですから、はい、で、こんないいのも釣れた、黒原さんが釣った、そう、カマス、大きいカマス釣れた、ね、びっくりした、本カマスですね、美味しそうだね、ね、これも楽しみだね、食べるの ね楽しみ、じゃあ、時間もないので、黒原さんバンバン釣ってた、それで僕は何匹かだけここにある分さばいてますんで、はい、ラスト、一緒に頑張ろうよろしくお願いします、共同作業、言い方が嫌やな、さばいてます、じゃあ、はい、じゃあ私も頑張って釣りますね、はい、服部くんの竿で釣ろうかな、その方がいいかもね、服部くんの方が結構釣ってて、私が持ってきた竿よりちょっと柔らかめなんですよね、だからそっちの方がバレにくいのかなって、うん、私結構ちょいちょいパクって飛んでくるけどバラすっていうことが多くて、竿の高さがあるからね、食い込みの良さそうなこの服部くんの竿で残り時間釣りたいと思います、はい、こちらどうぞ、はい、こっちさばいてます、はい、よろしくお願いします、おーい、よいしょ、よっ、さあ今日は結構水深50メートルぐらいあってちょっと深めです、石持ちにしては、天気はねいいんですけども、横でやろうよ。前回ほら、撮ったとこ、まなぶさん、ニハル。ああ、本当だ。おい。前回お世話になったニハル丸さんだ。よいしょ。柔らかいんだやっぱこっちのさ。ね、食い込みいいよ。ベン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 ってなったらそのまま向こう側かかる感じがする。いいね。ネギピーにもらった。そう。もう結構これ使ってるよね、実長の半分ぐらいこれでいいんじゃないかな、ね、ここ3回全部これやって、アマダイ、アジ、ああ。石餅ずっとこれ、タチウオもこれでやってる、タチウオこれ、アジは基本全部これだし、あと何やってたの、これじゃないサオってスニーカは、スニーカとイカは全部違ったでしょ、ヒラメもこれやったし、あとは何だろう、カワハギは違う、あ、そっか、お、来た来た来た、お、あ、やっぱ食い込むでしょ、食い込みいいね、うわ、柔らか、やっぱ面白いでしょ、柔らかい、そしてこの竿面白い、そうそうそう、楽しいのよ、あ、でもやっぱ食い込みがさ、恥じかへんね、うんうんうん、バレない、うん、吸収してくれる、いいね、いい竿もらったね、そうなんです、へー、おかげさまで、これどれくらいの大きさなんやろ、わかんないじゃん、さっきまで違うから、うん、でもなんか石餅なんかなって感じなんか、うん、引きそのものはあれだけど、やっぱ重みで型は分かる気がするな、引きじゃない、引きじゃなく、私の竿結構ゴンゴンゴンってさ、石持ちのあの形、肩あるやん、あれがダイレクトに手に伝わる感じ、柔らかすぎてその動きまでは分かんないかもしれない、もう竿がグワンガングワンガンなってるから動きの特徴は出にくいかもしれない、ね、食いながら黙々と僕はウロコ取ってますけどよろしく、うい、さあもうちょっとかな、あ、見えてきた、石持ちだろうか、
ごいしょ持ち。あ、でも結構サイズもよいしょ。大きいじゃないですか。ねえ、いいサイズ。あ、でも竿が違うってやっぱね、全然違う感触が。大量。大量。人が釣ったのに大量釣ってる人。よいしょ。したやった、いいサイズ。だってこのサイズやったらさ、あっちのさもっと叩いた、あもっとねヒヤヒヤしただから吸収してくれて、グワングワンしながら上がってきてくれてるんだろうね。そうやね。でもどっちも楽しみ方あるね。確かにね、こっちはこっちでなんかまあバラしにくいし、引きがまあ面白く感じるよね、竿が入るから。竿はね、私が使ってる竿はね、座ってみる、いい意味でヒヤヒヤするすごい私は楽しいけど、それがゲーム性もあるかもね。そうそう、わーってドキドキする感じ。硬さ比べてみよう。あー、2つ並べて、並べて、ここを見てみると分かんない。その間も黙々と動こうっていう人、私とりあえず一つでもいいよ。ああ、そっか、見せれればいい。でもな、佐藤姫佐藤くんも釣りしたいよ。まあでも結構釣れたは釣れたから。いや、いや、で、それはいかないのか。で、流すから、ね、ああ、そっか。服部くんは私が冷たい水を触るのが嫌やからね。はい、ちょっと待って。やってくれてるもんね。こういうところでポイント稼がんとか本気で思ってるから。本気でて。流されるよ、これ。あ、そうだった。いかんいかん。血抜きします。気持ちは美味しくいただきたいので。よっ。イラをまず切って。よいしょ。あ、ごめんよ。ごめんよ。イラを切って。その奥にこのレバーみたいな振動があるんで、これもチョキンと切ります。うわ、なんかどれが心臓かわからなかったらちょっと石持ちにはかわいそうだけど、これかなっていうものをチョキンチョキンって切っちゃってください。で、インターネットに書いてました。じゃあ心臓はちょっと高くて、三角形みたいな感じですよね。赤い塊、血の塊みたいなやつが心臓。エラよりもうちょっと黒、赤黒い感じがしてるね。レバーみたいな色してる。はい、どうぞ。スタジオでイラストで分かりやすくここら辺でできたらいいね。ね。ちょっと待ってくださいね。これ私が使ってた竿です。竿先、分かるかな？このくらい曲がるの。見える？なもん。ちょっと固めかなって感じ。それに対して服部くんのよいしょ、ミッキーからもらった竿、はい、こちらね、はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ、ありがとう。もう軽く軽く引っ張っただけでもグニャーンってこんなに曲がる。違いわかるかな、ね、さっきのね、私の竿を引っ張ってたぐらいの力だとこんくらい、なんて言ったらいいかな。混乱してる、混乱してる。なんて言ったらいいんやろ。まあ、わかるよね。まあ、なんとなく雰囲気はね、そうそう、曲がりますよってのはね。さっきと同じ力で引っ張るとこんくらい。ああ、そっちが正しい、ね。そうそうそう。って感じ。わかるかな。わかるよね。今なので浜口さんが小さくなってたもんね。ちっちゃめの鼻毛をなずきたい。ネギピー、ネギピーどうですか？お、味がいる。ネギピー、味が釣れてる。ダメ。何も言わずに、何も言わずに去ってるんですけど。バラしてばっかり。バラしてばっかり？あ、全然聞こえます。あー、聞こえます。なるほど。やっぱ弾いちゃうのかな、ね。あんまり食い込んでくれへん感じやね、今日は。ちょっと、じゃあもう一回こっちでしてみようかな。サイズいいね。バケツ使いたいけど、糸目が浮いてるからちょっとやばい。あと多分5分ぐらいで。はい。やばい、外締め時間ない。すげ。よいしょ。よいしょ。とりあえずじゃあ1匹。
これ、ミニ巻きか。砂糖で締めるとどうなんだろうね。ねえ、そうだそうだ。今日はね、普通はお魚ってお酢で締めたりとか塩で締めたりとかっていうのが普通一般的なんですけど、ね、昆布とかね、あとね、そうそう、あ、そう、昆布とかね。今日はちょっと珍しくお砂糖で締めてみたいと思います。これもね、インターネットに書いてて、え、どんな感じなんやろうと思って試してみようって感じ。でも水分を抜くっていう意味では、まあ、ありといえばありな感じするよね。たださ、そのインターネットに書いてたのが、その後、なんだっけ、石餅ユッケにしてたんですよ。そうすると甘みは気にならないらしいんですけど、それをお刺身にした場合、やっぱり気になるのかな、甘みはっていう。100% ネギさん嫌がるねえ、ネギピ甘いの苦手やから、ね、そうそう、どうなんでしょうか。半日ぐらいお砂糖で締めるといいみたいです。で、そのまま水とかでね、せっかく水抜いたんで、お砂糖も水で洗い流さずにキッチンペーパーとかで拭き取ってお料理するみたいですね。やっぱさばいてね、柔らかい魚として。水っぽいってこと？水っぽい、身が見えるかな。干物とかね、ね、あとはそれこそ練り物の材料って。あ、でもやっぱそれ締めてるやつやんね。締めてる、身が白いね。身は白いね。まあでも、そのいわゆる青魚みたいな赤さはもともとないとは思うんだけど、白身だから。やっぱ血抜きしてないのはすごい、お家に帰ってから砂漠と赤くなってるってことが多いんで。材料。お、来た。お、いいね。いいね。楽しい。楽しい。大量みたいな。楽しい。うわ、これ、ほんと吸収するな。確かへん。でかいよ。おー、でかい。いいサイズ。血抜きしてないよ。終わりだね。あげたら終わりだね。あ、はーい。あ、これあげた終わり？はい。じゃあ砂糖締め、これ1個だけもやっちゃう？そうだね。なんかタッパーにじゃあ1個入れて、とりあえずトイレにつけるとこまでちょっとやっていきたいと思います。それさ、そこに真水あるからさ、一回洗う、締める前に。うん、タッパーどこに入れる？え、タッパーそれ、これに入れちゃう。うん、オッケー。こんなにいっぱいない。数えてないんですけど、ちょっと最初は微妙にこうね、
そう大丈夫かなって心配するような釣果でしたが、まあ食べるには十分な量、30いったかいってないかぐらいかな、30匹ぐらいいきましたね、うん、2人で、はい、どうなんやろうね、さあ魚を砂糖で締めるっていきます、たっぷりなのかな、うんじゃない、塩とかって締めるときと同じぐらいなんじゃないかな、とりあえずこんな感じでつけといて、あと3、4匹分はつけていろんな料理にしてみたいと思います。ソロナさん、はい、ちょっと美味しそうに見えない？ごめんなんかでもちょっと不思議な感じがする、いつもと違う、どうなんかな、美味しいんかな、ちょっとあと何匹かさばいてやってみましょう、そうやね、美味しいかな、上げてゆっくり持ち上げてそこで巻くと、はい、すごいガツガツと、はい、ガツガツと分かりやすいですね、当たりが、さあ今年の釣るため初フィッシュ来ました、よいしょ、大量、これね、はい、見事に浮き袋がペロンと出てます、ちょっとエロいな、なんか大量、あれ誰も何も言ってくれない、誰も何もフォローも冷たい言葉も言ってくれない、はい、来た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 、おっしゃ、今愛が伝わったんじゃないですか引くね、分かりやすい、暴れるね、今年一発目、釣りため実況編のお魚、石持ちのはず、消えてきた、よいしょ、ちょっと上に食ってる、浮いてんのかな、やったー、石持ち釣れたー、お、皮一枚バレる寸前でしたね、ギリギリやったね、釣れた、虚無の目久々の気持ち、俺の気持ち、いずれお金持ち、隠し子持ち、大量、あれ飲んでるちょっと飲まんちゃってるっていうね、やっぱね、イエイエイ、縁結び効果や、行ってよかった